カニザ55番星 E は地球から40.25光年離れた太陽と似た恒星カニザ55番星の周りを公転する太陽系外惑星であるカニザ55番星 A 系の第一惑星であるカニザ55番星 E はカニザ55番星 A 系に発見されている5個の惑星のうち4番目の2004年に発見された惑星であるカニザ十五番生異は ドップラー分光法によって発見された。1997年に、カニザ55番星 B、2002年に、カニザ55番星 D が発見され、視線速度の測定結果からカニザ55番星 C の存在が予言された中で、カニザ55番星 E は発見され、当時不確定であった C の存在が確定することとなった。その後、2005年に、 恒星の視線速度の変化の説明を、カニザ55番星 E の代わりに、より遠くの軌道でより重い惑星によって、説明しようと、別の惑星が仮定され、2007年に予言通り、カニザ55番星 F が発見された。ただし、カニザ55番星 F の存在だけでは、カニザ55番星 E の存在を否定することは、できない。カニザ55番星 E は、 カニザ55番精鋭からわずか233万キロメートル離れたところを17時間41分で降転している。これは発見当時で最も短い降転半径であり、2012年現在でもかなり短い部類に属する。降転周期も本来は発見当時で最も短いものになるはずであったが、2010年の精密な測定があるまで、 光天周期は2.8日と思われていたため、当時で最も光天周期の短い惑星とはならなかった。近い軌道のため、将来カニザ55番星 E は、主星の重力によって砕けてしまうと考えられている。2011年4月27日にカニザ55番星 E はトランジットを起こした。トランジットを起こしたことから、 軌道傾斜角は81度と推定されている。また、この時の測定から、惑星の物理量に関して、多くの情報が得られた。カニザ55番星 E のアニメーションカニザ55番星 E は、地球と比べ、質量は7.8倍、直径は2.04倍であると推定されている。地球型惑星である。いわゆるスーパーアースに分類される。 平均密度は 5.07g マイリッポセンチメートルと地球より大きいにもかかわらず平均密度がほぼ同じである。これは質量の5分の1が水などの軽い物質でできている可能性がある。ただし構成から極めて近いため表面温度は摂氏1760度もしくは摂氏2150度という非常な高温となっており 生命は存在しないと考えられている。カニザ55番星 E から見れば、カニザ55番星 A は、地球から見た太陽の60倍も大きく、3600倍も明るく輝いていることになる。カニザ55番星 A 系のそれぞれの惑星から見た、恒星の明るさ。一番ひばりが、カニザ55番星 E。カニザ55番星 E が地球と似た素性を持つ、 惑星である場合には、この摂取2000度に近い高温のため、計算塩でできた核を中心とし、超輪海水でできた海が表面を覆っている可能性もある。大気の成分は、高温の水蒸気と水の一部が、主星からの紫外線によって分解されて生じた有利酸素が混ざったものであると考えられている。この説を支持する観測結果として、2012年の スピッツァー宇宙望遠鏡の観測によって、カニザ55番星 E から放出される赤外線を直接観測した。これは、スーパーアースからの光を初めて直接観測によって検出できた事例となった。観測結果では、カニザ55番星 E は暗い天体であり、昼側の表面温度が摂氏1700度以上の高温の天体であることが分かった。 昼側の表面温度がここまで極端に高い場合、夜側に向かう熱の流れを作るほどの熱い大気が存在しないことを示している。また、もう一つの説として、カニザ55番星 E が未発見の炭素惑星に近い炭素と加工岩でできた惑星であるというシミュレーション結果がある。これは、主星のカニザ55番星が炭素を多く含む恒星であり、また、 カニザ55番星 E が地球よりも大きな高温の惑星であることに由来する。また、戦術のような海洋惑星である場合には、水が豊富に存在することになるが、カニザ55番星 E の組成は、炭素や炭化系素、炭化物、鉄、計算使用が主体であり、水はほぼ存在しない可能性が示されている。この場合、表面は黒色の黒煙で覆われており、 内部にダイヤモンドでできた層を持つと考えられている。ダイヤモンドの全量はカニザ55番星 E の質量の1、3を占めており、これは地球の3倍もの質量に達する。カニザ55番星 E のパラメーターは後の測定により何回か訂正されている。発見当初は地球の17.7倍というホットネプチューンであると推定されていた。この時には 天皇星型惑星の質量を持つ初めての天体としてグリーゼ436ビットと同時に発表されている。その後、2011年までは質量は8.63倍、直径は1.6倍と考えられ、平均密度が11.58グラム毎立方センチメートルと鉛並みの密度がある風変わりな地球型惑星であると思われていた。 その後、スピッツァー宇宙望遠鏡による2011年4月27日のトランジットと精密な視線速度の測定により、詳しい直径と質量が求められ、いくつかの訂正があった後に、現在の値に落ち着いた。カニザ55番星衣は、初めから岩石惑星として生成したのではなく、初めは水などの揮発性物質に富んだガス惑星として誕生し、 その後、恒星に近づいたことから、恒星のコロナ質量放出の影響を受けて、ガス成分を失ったと推定されている。そして現在では、高圧で固まっていた氷から、温度上昇で超臨界流体として、高温高圧の水が生じ、計算しようでできた核を覆っていると考えられている。かつては、木星質量の惑星の重力によって、内側に押された可能性も指摘されたが、 現在では否定されている。ありがとうございます。